いっぱいカン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 打って先輩方が打てないの。こうやって打つんだーって言ってやったんですよ。社長室に呼ばれて、うん、頑張れ、300万ですよ。ちょっと待って佐藤君、はい、歌舞伎町で使わないようにドルに書いてある。ミスターパーフェクトマリハラ。はい。いやいやいや。じゃあ高校卒業後に行きましょうか。うんうん、はい、アジア大学に進学されました。うんうん、とうとう大学リーグのベスト9に3度選出。うん、キャプテンを務めるなど活躍され、その後は社会人野球の名門熊谷組に入社。ここでも2年連続で社会人ベスト9に選出されるなど活躍をされました。うん、ということで、もうこのあたりはもう、もうだからでも大学1年から出てて、うん、レフトであのホームを刺して、ほら神奈川制すのは、あ、そんなこと言ったんですか。全国を制すんだって言って、はい、大学1年生の時に言い過ぎて、はい、先輩たちから大目玉を食らったと。その前にですね、アジア大学のレベルっていうのは、6大学と違ってずっと下なんですよ、うん。っていうのは、どこの大学でも行きたいところ行かせてあげるよって言ったら、早稲田、慶応、明治とか行きたいじゃないですか。うんうんうん、それに行けない人が、青山学院とか駒沢とか、専修大学、それでも行けない人がアジア大学っていうレベルだったんですよ。行った時代なんですね、はい、その当時。ですから、ブリキ軍団って言われてもわからないと思うんですけど、当時言われてたのは、六大学でやるやつは金やプラチナだと。磨かなくてもいつも光ってるんだ。アジア大学はブリキだ。ブリキはいつも磨いてないと錆びちゃう。だからいつも努力しよう。うん、ただブリキだから、地区しか、人差ししかだけできないよ。チクってできないよ、人差しでさせるようにっていうのがアジア大学っていう厳しい練習だった。だからこれちょっとマニアックで、槙原さんは分かると思うんですけど、うん、僕が1年生の時に紅白戦で2アウト2塁でランナーでホームでアウトになったんですよ。シュワーってバーッとホームベースの前に集合で、うん、なんで俺アウトになったの、そんな悪かったの、えっと思う。なんて言われたかっていうと、佐藤今ギリギリアウトだろ、はい、アウトとセーフは何センチだって言うから、ざっと、これくらいだと思いますと、うん。これくらい早かったらセーフ。これくらい遅かったからアウトだと思います。そうだろう、15センチだ、なんで15センチ二塁でリードできなかったんだ、15センチくらいっていう。そういう教えなんですよ。はいはい。わかります、はい、それだから、ブリキでしょ、デッドボールでしょ、まあ、スプレーなんかないですよ。つばつければ治るとか、もうそういう大学なの。それで、まあ、洗脳じゃないですけども、マキラさん。はい。えらいとこ来たなと。もうただ、まあ、思うわね、ただ、そうだ、俺たちはブリキだ、ブリキだと思ってた、1年生の、夏ですね。もう浸透してるわけですよ、アジア野球が。日体大とのオープン戦だったの。うんうんうん、アジア大学のグラウンドに日本体育大学が来たわけですよ、はい、夏短パン T シャツで練習してるんですよ。ふざけんじゃねえよ日体大よと思って、あんなとこに負けるかと思ったわけでさ、水かなんか飲んじゃってさ、こっち水飲めないのにさ、日体大この野郎と思って、で試合始まったら日体大がカン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 打って先輩方が打てないの、うん、あんな練習してるのに。で僕はだってブリキ軍団だ、俺たちは。なんであんな短パン T シャツで負けるんだ。そしたら当時のキャプテンが、俺ら一年も端にいないで監督に取られて声出せ、こらとか言われたの。それで、と思って、僕らこういう性格ですから、うん、声が出てないなんて言われたことないの。うんうんうん、その僕に対して、これは一年も端っこにいないで監督の隣で声出せと言うから、うん、切れちゃって。うん、ああ、そうか、と思ってね、もう言いたいこと言っちゃったわけですよ。うん、うちも明日から短パン T シャツで練習するすらいいんだよとか言って、うん、水飲みてえな、水解禁だとか、バッと振らなきゃ当たんねえんだとか、うん、そういうこと言ってたら、もう先輩ももうクワーッとなってきて、で監督もブルルルって震えてるわけですよ。ダメだ、ダメだ、今日はもうどれだけ殴られたっていいや、とここまで言ったら、ガン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 言って、さ監督がピンチヒッター佐藤って言ったわけ。だから来たぜ、と思って。ゆっくりバット取り出して、靴の紐をほどいて、早く行け早く行けとか4年生が言うわけですよ。自分のペースで
入らないと打てないんだよバッティングっていうのはよなんて、でわざとわざとゆっくりこうして、あかっこいいね、初球カーンって三塁線のツーベースって、うん、これはピュースだーっつって言ってたんだそしたらもう大集合ですよ ただこれはただの殴られた蹴られたの面白い話に聞こえるかもしれないですけど、それだけ僕悔しかったの、うん、すげえ、うん、あそういう話になるんだ、そうだから僕はキャプテンになった時はなんていうの、1年声出せとかじゃなくて4年生が引っ張るんだっていうチームにしたかったわけ、うんうんうん、で今アジア大学が強いのは僕からとはあれですけど4年が引っ張る、それに下級生がついていくっていうことで今アジアが強くなってるんですよ。時代を変えた男かもしれないよ、もしかしたら。いやちょっと、うん、いや出ないと多分そんなこと言った1年生が後にキャプテンに選ばれないんですよ、はいはい、やっぱりその野球に対するこう姿勢とか、はい、まあ、そういうものも含めてキャプテンになったっていうのは、はい、1年生のそういうものもすごくあると思うんで、はい、改めて答え合わせはね、はい、天野さんが、はい、もうパンチがそういうふうに言うから、はい、結構巻き添え食ったみたいな話なんだけど、はい、でもやっぱりこうやって当事者に聞いてみると、はい、そういう思いだった。だから悔しかったんですよ。うん、悔しい。はいはい、いいな。で、ある日、4年生になった時に、マネージャーが監督は呼んでるぞって言うから、トントン、失礼します。佐藤あります。ガラガラ、ガラガラ、失礼します。お前がキャプテンぞ、なんて言われて、うん、本当は、泡野にしたかったんだけどな、うん、あれは神経が細い系のお前がやれと言って佐藤お前はキャプテンだからと言ってチームを引っ張ろうだとかそんなことは考えなくていい、うん、100人の部員をこう見た時に一番ユニフォームが真っ黒でいろそれだけでいいとかっていうのがキャプテンだったんです。本当は泡野だったんですよキャプテンは。ああまあ、青のは真っ黒にしなくて、こう、ああなんかちょっと、払ってそうな気がする。ええ、どっちかエースですから。エースですから。もう、でもなんか、その当時の、その、大学のこう雰囲気が、こう、うん、今の話だけでね、うん、蘇ってくるというか、うん、こう、わかる、思い浮かぶよね。はい、ああこれ、ウィキペディアに足してもらわないとダメですよね、本当に。あ、いや、いいです、いいです。長くなっちゃいますから。だから本当に、神宮で試合なんかやると、アジア大学なんていうと おにぎり3つとたくあんと、うん、補定の焼き鳥これが昼飯ですよ、うん、で青のやっぱりピッチャーで食べれないんですね、うん、まず新聞紙をこうやっておにぎり広げるじゃないですか、うん、そうすると江川逆転ツーランって言うとああもうダメだ今日はってやっぱりほど縁起が悪いから、うん、西本さよならヒット、ああ、うん、とか言って。まあ、ギャラ3連発とか出てきたりとか。そういう新聞だから。その時期だから、ね、はい、うん。それで、食べれないから、おにぎり半分に割ると、たらこについてたご飯粒で食べるぐらいの。泡の？もう食えないから。だって、ピッチャーいないんですよ。泡の3連投なので、うん、でだから大変だなと思って。僕なんかもう関係ないから、あーって言ったら、おばちゃんの髪の毛が長いのがあっても関係ねえなーとかって言ったタイプだから、うん、ちょっと手が汚れてたりするとね、あ塩味が効いてていいやな。そういうタイプだから。そういう大学。ちなみにその大学時代、うん、その川崎市水道局への夢っていうのはこれはね、はい、そんなことも言ってられなくて、とにかく、レギュラーでもレギュラーじゃなくても4年間アジア大学野球部で頑張ったらどこでも働けるって先輩にそう言われてたからそんなの忘れてますよ。とにかく4年間 やめずにやること、はい、うんうん、まあまあでも後にキャプテンになるわけだし、うん、まあ多分自分の中ではプロも意識できるところまで行ってる。いやまだ行ってないです。僕はそう行ってないの。あいや僕はとにかくチームが2部に落ちないように一生懸命声出してたっていうだけで、ええ、そんな時に、はい、またマネージャーが佐藤監督呼んでるぞって言って、なんかした？知らねえとか言って、トントン失礼します佐藤入ります、ガラ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 失礼します、もうこの話もよかろう、行きたくない企業はどこぞ、はい、行きたくない会社はどこぞ、いや内田監督言ってる意味わからないんですか、北海道から沖縄まで社会人の名門チームがお前欲しいと言ってる。行きたくないところどこぞなんて言うわけですよ。あだから、初めてそこで、え監督にお任せしますったら、熊谷組に行け。はい。これで決まっちゃったんですよ。へぇ、うん、
まあそのデベロッパー、まあそっちの方か、今のね。だ熊谷組というのは、うん、まあ、いわゆるプロ野球でいうとジャイアンツ、ヤンキースみたいに、うん、社会人の名門なんです。うん、もうお金で即戦力の大卒の選手を取ってくるっていう、あ、そうなんだ、そういうチーム。だもう有名なような話ですよ。で、大学4年生の1年間は、バットもグローブも請求書、熊谷組に回せって、もう新しいバットが来る、新しいグローブが来るっていう。だ夢のような。あ、夢な4年間だ。ってことは、アーノもなんかどっかからもらってたんですかね。アーノは特待ですから。僕は特待だったんですけど、親父が、いや、うちは払いますなんて言ったら、ちょっとお父さんそれをその代わり、怪我しても会話してくださいなんて言うあれだったんで。まあまあ、でもすごいね。そういう時代だから。でもまあ、後に水道局よりも、まあ、本当に、上場企業ですよね、はい、熊谷組、はい、ですからそちらの就職の方もまた一段と良かったから、はい、嬉しくて、だから当時バブルだったんで、はい、その熊谷組のマネージャーさんに連絡すると立川でステーキ食わしてくれたり、ただ僕は最初の交渉の時だけで、あとはチームのみんなに悪いじゃないですか、一人だけステーキ食い行ったり新宿歌舞伎町に連れてってもらったり、うんうん、だからそういうことをしなかったんですよ。それこそ安定したその収入が生まれたんじゃないですか、はい、だから僕はそこで僕の夢は終わったの。貧乏脱出で野球を武器に来て熊谷組に入れた、はい、うん、毎月住友銀行飯田橋支店に行くと1万円札がたくさん出てくる、銀行から、うん、そのボーナスも出てくる。当時はもうファイトマネーで活躍すると監督が金一封とかくれる、うん、いい時代だったんです、うん、農会で社長が、本年度の首位打者、佐藤和弘、30万。本年度の打点王、佐藤和弘、30万。本年度のプロ野球みたいな。ホームラン王、佐藤和弘、30万。本年度の MVP、佐藤和弘、50万って2年連続それだったんですよ。あらら。ええ。じゃあ僕の夢は終わったの。ところが、はい、テレビをつけると、ソウルオリンピックやってたんですよ。うんうん。なんであいつが日の丸ユニフォームつけてんだよとか言って、なんでジャパンなんだよっつって、そこで、ジャパンに選ばれたくて、もう一踏ん張りしたら、選ばれたと。はい、そしたら、この社長室に呼ばれて、うん、佐藤君、ジャパンだな。はい。熊谷組はテレビのコマーシャルをやらない。君が活躍して、熊谷組の佐藤、熊谷組の佐藤、これが宣伝だ。どこに行くんだ？はい、プエルトリコです。サンファン空港か。俺も行ったことがある。頑張れ。300万ですよ。マジで、はい、ありがとうございます、失礼します。社長と出ようとしたら、ちょっと待って佐藤君、はい、歌舞伎町で使わないようにドルに書いてある。もう慌てて君ともなんか言い出して、はい、円に変えてください。ドルだったの、本当にドル。だもう人生ゲームのあれみたいに初めて見たドルで、本物かよこれ、本物かよなんていう感じだった。今持ってたらまたドルも上がってますから。すぐ帰って歌舞伎町に行っちゃって。歌舞伎町に行っちゃったんだね。まあでもすごい話だね、それ。うん、で、僕はそこでまた夢が終わって、将来熊谷組の監督とかなって部長とかで、新久生団地から這い上がってきたんだ。そんな時にジャパンに選ばれてたら、野茂だとか、与田だとか、はいはい、石井博夫とか古田とかが契約金の話とかしてるわけですよ。はいはい、え？と思ったら、山のてっぺんにいたっていう感じだったんですよ。だからもうその1億だとか、はい、5000万だとか7000万だとか、はい、そういうのがあるって、その人たち見てたら自分もそこにいたってことだね、はい、気がついたら、